吉田さん、お疲れ様です。ブランディングなんてね、関係ないというかね、なんかその転売ノウハウなんて関係ないみたいな、そんな転売を見つけました、まあ、というのがね、防水シール転売っていうね、ものがあるらしいんですよ。防水テープ転売、なんだそれはみたいな感じでね、とても言い慣れてない言葉なんですけども、今いろんなガジェットが出てくるときに、みんなが同じようなのを持ってるから、その、まあ、区別がつかないんですよね、人が集まったときに。だからパソコンにシール貼ったりとか、スマホにシール貼ったりとかして、旅行バッグもそうですしね、見分けれるようにしてるらしいんですよ。自分なりのこの見分けれるシールっていうのを、しかもそれが濡れてダメになっちゃいけないんで、防水シールっていうのを貼るらしいんですよね。確かにそういうのは誰しも1枚2枚買ったことがあるなっていうところなんですけども、この防水シールメルカリで検索すると大体300円っていう最安値で出てるんですよね。1枚300円です。まあ300円で送ってくれるんだったら別に遜色ないから、自分の気に入ったデザインのやつと大きさのやつをこうメルカリで買うじゃないですか。その裏側なんですよね。その防水シールを売ってる方っていうのは、なんとですね、仕入れの9割が売れ残っても黒字っていうね、ノウハウらしいんですよ。これを一見聞いた時にすごく興味を持ったんで、さらに詳しく、まあ、話を聞いてみるとね、そもそもアマゾンとか、それからアリエクスプレスっていうね、そういうふうな通販サイトで防水シールってのがガジャッとまとめて100枚で980円とかね、50枚でなんか800円とかで売ってるらしいんですよ。でそれを仕入れてきて、シールをこうね、より分けて、これは売れそうだなって言ったやつをこう出品するみたいな感じなんですけども、1枚の平均単価がだいたい7円から12円くらいらしいんですよ、ばらしていくと。そうすると1枚、まあメルカリで言うと300円で売れるわけですよね。そしたら送料がミニレターっていう郵便局に行ったらもらえる一番安いこの封筒があるわけですよ。63円で送れるやつかね。それはもう最初からその切手が貼ってあるんですよ。だからそれを買ってきてシールをポッと入れてもう送るだけみたいな、すごく簡単で、あらりは高いし、ロスになりにくいし、単価が安いから売れやすいし、ダメージがすごくね、食らいにくいと。だから100枚単位で仕入れてきて10枚売れたらもう黒字みたいなやつがあるんですよね。で出品も100枚出品しても大体1時間ぐらいしかかかんないんで、その全く経験のない初心者の人でも、そのノウハウってことでもないんですけどね、それをやるだけで、まあ初月から3万5万とかね、稼げていくらしいんですよ。非常になんかありえるなっていうやつで、結局その転売ってなくならないんですよね。で次から次へと出てくるっていうか、今でもその他にもいっぱいあるんでしょうけども、ネタが切れないと次のネタにたどり着かないんですよね。だからこの防水シール転売をやってる人っていうのは、多分簡単にできるんで次のネタを探しに行かないんですよね。で結局その防水シール転売の販売数を増やすことばっかり一生懸命なって、くたびれてやめるみたいなことが起きてるんで、やっぱりそこですよね。防水シール転売なら転売でいいんだけども、例えば月間で3万円売れるようになったらね、コンスタントに早めにそれをコンテンツ化して売っていくってことで、作業から離れないといけないんですよね。もう指導とかに入んないといけないんですよ。思えばね、こうサラリーマン時代っていうのも、最初の1年っていうのは先輩から作業とか教わるんですけども、それはあくまでも2年目以降に後輩に教えるために今覚えるんだぞっていう風な教育を受けてると、そういうつもりで覚えていくし、教える時にどういう風にやったら教えやすいかな、教わりやすいかなってことを考えながら自分がこう指導を受けるんで、まあ、非常にね、二重三重に勉強になるんですよね。だから防水シール転売も、ある人は転売作業にずっとっぷりのめり込んでくたびれてやめるっていう、まあ、そういうパターンがいるのと、最初の2、3ヶ月でもう型を作ってね、すぐコンテンツ販売に行ったりとかセミナーを開いたりとかして、その防水シールで利益を上げるんだけども、作業自体はもうやらないっていうフェーズに入っていったりするわけですよね。で問い合わせとかサポートとかで集まったメールアドレスや LINE ID っていうのを元に、そこにまたマーケティングをかけていくみたいなね、そうやってどん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 こうビジネスを進化させていく形っていうのが、まあ、あるわけですよね。で今私がお話したようなのも一つのノウハウなんで、これはこれでまたね、なんか販売して売っていくみたいな、まあ、そんなのがなんかあるみたいですね。なんかもう昔から変わってないんだろうなと思いますよ。とりあえず実績作って、その実績を再現性を持たせるためにコミュニティ作ってサポートするみたいなね、だからそう考えていくと、別にブランディングとかっていうのはそんなに大事じゃなくって、まさにブランディングありきでやっちゃうと中身がスカスカで、その落差にね、詐欺扱いされるみたいなこともあるんで、まあなんですかね、コンテンツ中身ありきかなっていうところを改めて感じました。じゃあ行ってきます。